松山市小栗5丁目のリンカーンで姫の祭り展リンカーンのひな祭りが開かれています。リンカーンで姫の祭り展を始めて今年で4年目。今回はガラスのおひな様に加え、ガラスのアクセサリーやジュエリーを展示、そして人気店暁ブルーの焼き菓子も購入することができます。最初の頃は砥部焼の作家さんの方の作品も並べさせていただいたりしたのですけれども、近年はガラスの作家さんのみで、ガラスの美しさを表現していただこうということで、ガラスのおひな様展を開催させていただいております。やはりですね、造形の美しさはもちろんなんですけれども、近年作家さんたちが使われてますガラスの原料、すごくいいものをお使いになられてますので、透明度も、いいですし、また何より光が当たりますとキラキラしてすごく美しい作品、そういったものが、多数展示しております。今治市の、玉川地区で、活動されております、山の神ガラス工房の梶川さんの作品、ガラスの、表面にですね銀箔を、貼り付けられまして、それに、色のついた、ガラスを巻きつけるということで、着物の柄行き、そういったものを思わされるようなデザインになっております。すごく素敵な、シンプルではありますけれども素敵な作品の一つだと思います。なかなか、県内では見られないような、作家さんの作品多数揃えております。人気の作家さん、すでにもう何点か、売れております。ご興味がございましたらぜひお早めにご来場いただければと思います。姫の祭り展リンカーンのひな祭りは2月12日まで開かれています。